広い会場いっぱいにソフトが展示されたセガブース。機体のサタン用バーチャファイター2の開発は非常に順調なようで、キャラクターが実際に動くデモが展示されていました。その他にもセガラリーや天外魔境外伝など新作ソフトの充実したラインナップが印象に残りました。